久保さん。久保さん。今日も久保さんですね。確かに久保哲郎の証人ですね。多分あの一番初期を知ってるのはもうほとんどいないですよね。うん。まあそもそもあの、ライブ放送をしてる側は僕と山口さんしかいなかったですからね。<laughs> ね広島の久保です、言うてね。うん。まあ未来のことは誰もわかんないです。久保さんがこうなるなんていうのは あのー、誰もわかんなかったし、うん、まあ僕もね、予想につかなかったし、まあ僕自身も今鹿児島にいるなんていうのも、あのまあ想像できなかったし、まあ未来のことはわかんないんだけども、うん、まあ今何をやるかが全てじゃないですかね。うん。未来の考える、未来のことを考えることも大事だし、未来のことを考えないのも大事だし、なんか全部大事なんですよね。 で、最も大事なことがあるとするならば、今日何やったのか。今日何やったんですかっていう。これはね、ワン、この前アンケート取った時も、まあ、誰かに言ったんですけど、まあ、集客したいみたいなね、あの、話があって、集客したい、今日何やったんですかみたいなね。<laughs> うん、まあ、それが全てかなと思います。うん。いつか集客はできないです。いつか有名人にはなれないです。 うん、なんかね、うーん、奇跡、まあ本当にどれぐらいの確率かわかんないですけど、なんかわかんないですけど、いきなり有名になるみたいなね。何の原因もないな、何もなくて、何もないから、ただ街中歩いてたらスカウトされて、いきなりトップ有名人みたいなね。まあありえるかもしれないですね。奇跡的に、確率的に少ないですけど。でもその確率を追うよりかは、 うーん確実な確率を追った方がいいんじゃないかなと思いますね。確実な確率。これいいんじゃないですか。確実な確率。それ何かっていうと、今日やるっていうね。<laughs> だからその億万長者合宿の、まあ、究極の奥義ですよね。まあ、億万長者合宿というか、なんだろうな。あまあ、即歌塾、ドリームアカデミア、まあ、並びに億万長者合宿はもう終わってますけど、本編はね。 うん、だけど、本編は、億万長者合宿の,あの合宿は終わったんだけども、合宿だけだと伝えられない部分があって、それが続けるってことですね。10年間続けたというエビデンス、結果は、億万長者合宿ではお伝えできなかったし。うん。だからまあ、ああ、まあ10年後、20年後、このやりとりが1万本、2万本になった時に、まあ気が合えば、 億万長者合宿リターンですか本当の。それか、億万長者合宿ネオとかね。億万長者合宿ネオがいいんじゃないですかネオ。ネオ。そう。うん、まあ、気が合えばですけどね。まあ、当分はもう本当にないと思いますけどね。うん、まあ、コロナもありますし、僕はもうセミナーやらないって決めてるんで。 リスクは僕は追えないですから。なんかセミナーに参加して、なんかね、感染しましたってもし出た場合、ね、僕のせいじゃないかもしれないけども、僕のせいでもあり。<laughs> うん。だそれはちょっと僕は無理なんで、まあやらないですし。うん。まあこのね、だから、まあコロナがね、2年後、3年後、4年後、5年後、10年続くかわかんないですけど。 まあコロナが本当に消えるまではコロナという名前が世の中から消えたよねというまではリアルのまではやらないですでも久保さんとリアルに会ってるわけまあこの前ね対談しましたけどまあほとんどリアルで会ってないけどリアルで会ってる以上のねやり取りをしてるんじゃないかなと思うねそうご近所に隣近所に、ね、いるというリアルがあるけど隣近所こんなやり取りしないでしょ久保さんね隣目の前に 人はいるけど、目の前に人、目の、目の前にいる人よりね、やりとりしてるっていうね、こう何なんですかね。うん。多分この僕の人生の中で、やっぱね、久保さんに語りかけたメッセージっていうのは、多分、一番になるんじゃないですか。おそらく。多分、久保さんもそうだと思いますけど、山戸くんに語りかける言葉より、 僕に語りかける言葉の方が多いんじゃないですか。だって、ヤマト君がね、成人になるじゃないですか。成人です。家離れるじゃないですか。毎日電話します。多分しないでしょうね。男ですから。<laughs> 向こう嫌がるでしょうね。<laughs> おヤマト寂しいんだよ、みたいなね。<laughs> 親父やめてくれよ、気持ち悪い、<laughs> みたいなね。<laughs> つまり、 ね、僕、大和君より対話、多分あのすると思います久保さんと。だって、死ぬまでじゃないですか。子供と死ぬまで毎日話すってなくないですか、久保さん。<laughs> 子供も超えですね、久保さん。<laughs> 大和超えです、も,うもはや、うん。だからまあ、そんな関係性が、まあ、まあ、生きている上でね、一人でも生まれたっていうのは、僕は、まあ、良かったなと思います、本当に。 ま、この、だからこの、なんだろうな、この、リレーっていう、この新しい使い方、YouTube の新しい、その、リレーのバトンっすよね。まあ、命のバトン、リレーのバトン、うん、価値の、価値のバトン。こ価値のバトンいいんじゃないですか、久保さん。価値のバトンをずっと続けるっていうね。うん、価値のバトンいいっすね、久保さんね。価値のバトンをつなげっていうね。で、価値のバトンをつないで、まあ、それを見てる人たちに価値をシェアしていくっていうね。 いいんじゃないですかねいってらっしゃい